東岡崎駅は愛知県岡崎市名大寺本町4丁目にある名古屋鉄道名古屋本線の駅である。当駅は市名を冠する東海旅客鉄道岡崎駅に比べると市役所や岡崎城などに近く駅周辺は中心市街地が広がることから市の中心駅としての役割を担っている。駅番号は NH13。何かの利用が可能である。 2005年2月20日、ユニー東、岡崎店が閉店。これをきっかけとして、同年2月15日に、地域住民と地元商店街の商人で構成される、東岡崎駅周辺整備研究懇談会が発足。同懇談会は、1年間に及ぶ議論を取りまとめた報告書を2006年3月31日に、岡崎市長に提出した。岡崎市は、 2006年7月7日から東岡崎駅交通欠設定整備検討会を随時開催。2008年3月には東岡崎駅交通欠設定整備基本計画を発表。駅を強情化し、北口に西側デッキと東側デッキの2つの構造を持つペデストリアンデッキを建設。新駅ビル直下にはスターミナルを整備するというもので。 あったが、降下することにより、圧迫感がある、駅前が暗くなるなどの反対意見が寄せられたため、基本計画は頓挫する。このため、駅前、広場北側から、駅前の道路をまたぐ一本だけに規模を縮小し、残る動線の確保は、交差点の改良などで対応する代替案が出された。2013年4月1日、京城東改札口が、供用開始。 2014年8月28日、市は東改札口から北東方面に向かうペデストリアンデッキを建設すると発表した。2019年11月2日、明大寺交通広場と名付けた広場には高さ9.5メートルの徳川家康の銅像が設置され、ペデストリアンデッキは、 北東が育有効活用事業として市が整備を進めている上民大事町2丁目14番地の土地に接続した。上名大寺町の道地に建設された複合商業施設、おとりバーサイドテラスもオープンした。1923年に愛知電気鉄道が岡崎に進出した際、岡崎市内には、大津川の西側に、西岡崎駅、東側に、 東岡崎駅の2駅が設置された。西岡崎駅が岡崎公園前駅へ改称された後は、タイとなる駅名がなくなり、中心地にもかかわらず、東岡崎駅と名乗ることをいぶかしむ声も聞こえたという。日が丘と略されることがあり、駅周辺地区整備事業の広報媒体にも使用されている。このような経緯によって命名された駅名のため、 あとに JR 東海道本線に新設された西岡崎駅とは無関係である。島式2面4線の地上駅で京城駅舎を有する。地形の都合上西側が高架となっている。改札口は地下の1カ所と京城駅舎内の1カ所の計2カ所で、出口は地下改札北口と地下改札南口と京城駅舎入り口の3つ。 南口は JR 発足後の1989年に地下通路を延長して新設、整備された。駅のホームの幅はやや狭く、特に名古屋方面のホームは朝ラッシュの時間帯に人でいっぱいになる。売店は名古屋方面のホームに設置されていたが、2008年10月に閉店し自販機コーナーとなった。二千六年二月一日に改札口正面に、 観光案内所が設置された。北口にある駅ビルは1958年の築年で、かつては2階と3階にオカビル百貨店が入居しており、地域市絵葉書研究家の生田誠からは、ここだけが時計が止まった感じを受けると評された。なお、オカビル百貨店は建物老朽化や入居テナントの減少などを受け、2021年5月31日をもって閉店した。 東岡崎駅と岡崎駅の1日平均乗車人員の推移、愛知県統計省及び愛知県統計年間各号によると1日平均乗車、高車人員は、下表の通り。名鉄の駅の中では、名鉄名古屋駅、金山駅、栄町駅に次いで、4番目に利用者が多い。名鉄の名古屋市内以外の駅、及び他の鉄道路線と接続していない。 名鉄の単独駅の中では最も利用者が多い。普通列車の運転系統は一部を除いてこの駅で区切られている。名古屋方面からの列車のうち半分は行き先と列車番号を変更して国府方面へ向かい、逆に国府方面からの列車はすべてが行き先を変更して名古屋方面へ向かうことになっている。よって、 残りの名古屋方面からの列車だけが、東岡崎で折り返す。2020年現在のパターンダイヤでは、上りは、快速特急豊橋駅と普通稲駅、特急豊橋駅、急行豊川稲荷駅と、普通東岡崎止め、下りは急行岐阜駅、快速特急新沼駅と普通犬山駅、急行一宮駅、特急岐阜駅と普通岩倉駅がそれぞれ。 緩急接続を行う。当駅を挟んで準急のまま運転される列車は、基本的になく、平日朝の国府駅一本を除き、当駅で休行または普通に種別変更する。1992年から1999年まで、午前中の一部の特急は、地流駅を通過し、新安城駅にも停車しなかったため、当駅を出ると、神宮前駅までノンストップだった。 名古屋本線神宮前駅等で事故など何らかのトラブルが発生するとこの駅で打ち切りとなることが多い。当駅は岡崎市街の南端に位置し、一級河川である小津川を挟んで市街中心部と向かい合う。駅北口は居酒屋などが集積する繁華街であり、駅前には飲食店、商店、事業所等が多数立地し、近隣に岡崎城や六所神社といった。 観光地があり、宿泊施設も多数存在する。また、2019年11月2日には、駅の北口に飲食店、物販店、ホテル、駐輪場及び駐車場などで構成される、複合商業施設、おとりバーサイドテラスが開業した。駅前南口広場、ガレリアプラザ様々な方面へ向かうバスが発着し、岡崎市最大の交通結節点となっている。 ありがとうございます。